yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日はね、恒例の企画なんですけれども、2022年度版ですね、僕のカバンの中身、紹介しようと思います。だいたい半年に1回ぐらいねやってる企画なんですけれども、年も明けてね、結構中身もね、変わったので、現時点でですね、僕のカバンの中身ということで、まとめてご紹介をしようと思います。今まで他の動画で紹介したものたくさん詰まってますので、今のね僕の構成ですね、どんな形でこう持ち運んで、普段ね仕事だったりとか、プライベート過ごしてますっていう形で参考にしてみてもらえると嬉しいです。はい、それでは順番に見ていきましょう。まずはですね、僕が今使っているバックパックからなんですけれども、これはおなじみですね、ドリップで作りました、去年ね作ったフロアパックっていう名前のバックパックですね。見た目はこんな感じ、四角いねシンプルなバックパックなんですけれども、これ中がね上下で分割できる2階建ての構造になってまして、上と下で荷物を分けて収納ができる、それぞれね別の空間で収納して取り出すことができるっていうねものになってます。やっぱりこういうねリュックの中身ってごちゃごちゃしがちなので、特に1回下のものをね取り出すために、こう上のものをね1回取り出さなきゃいけないみたいなところは結構ねめんどくさいなと感じてたので、それをね解決するために作ったリュックですね。で、上下ね2分割にしてるんですけれども、僕はね下の部分ですね、この下の方はほぼね使ってないです。ジムに行くとか何かね突発的な荷物がね発生した時はこの下に入れることがあるんですけれども、基本はねここ空洞にしていて、その代わりですねこの上半分の部分ですね、ここの上部の部分に荷物をね入れるようにしています。なぜかっていうと、こうやってねリュック担いだ時に重いものってこう上にある方がこう重心がねこう肩に近づくので、軽くバックパックを背負うことができるんですね。なので基本的にこうねいつも使う荷物はこの上部に入れて、下の部分はできるだけ空洞にしておいて、こうね軽くね担げるような構成にしています。そんなフロアパックなんですけれども、おかげさまで、ね、大好評いただいて、本当に品薄が続いてます。今ねこう中国とか世界的な情勢もあって、ちょっとね、なかなか在庫が入ってこなかったりするんですけどもね、順次ね在庫は追加予定なので、ぜひツイッター等を見てですね、再販の予定見逃さずに、ね、見てもらえると嬉しいです。じゃあ上部の方からね見ていきましょうか。まずはねこちらカメラになります。僕が今ねメインで使っているカメラ XT4 っていうねカメラですね。富士フィルムから出ているカメラで、見た目がね非常にかっこいいで、それでいて、撮れるね絵も素晴らしいですし、このね動画も撮れるバリアングルのね、かなりねマルチな機体になっています。でこれを2年間ぐらいですね僕使っているんですけれども、最近はですねちょっと今この動画を撮っている α7-4 ですね、こちらの方を新しくね導入しまして、ちょっとこれとね使い比べてるっていうね状態ですね。ただね、未だにこう持ち運んでるのはこの XT4 がメインで、このカバンの上部に入っていることが多いです。続いてリュックの上部に入れているのはこちらですね。これもドリップの製品なんですけれども、これレザースクエアポーチという名前のですね、この真四角のポーチになります。以前もねドリップのこのねポーチ使ってたんですけれども、最近ねちょっとコンパクトなモデル作りまして、このねサイズ感がねちょっとねいいなと思って最近こちら使っています。はい、で中にはね主にもうガジェットですね、ガジェット類この中に入れておりまして、例えば USB-C のケーブル、 CIO の 100W 対応のものだったりとか、充電器に関してはですね今これを使っています。これアンカーの、30W まで対応の、これ薄型のですね、非常に薄型の USB-C 充電器ですね。結構このシリーズ好きでね MacBook Air の頃から使ってるんですけれども、で今ね使ってるデバイスが MacBook Pro なので 60W 給電必要なんですね。で、一応ねこれでじわじわとね充電することはできています。ただねそんなにスピード速くないので、これとねこう同じ規格のねこの薄型のやつ 45W 対応のものがあるので、ちょっとねパワー上げてそっちの方をね新しく買い足そうかなとも思ってるところですね。ただ MacBook Air だったら僕はねこのスリムのね 30W 対応の充電器すごくねいいなと思っているので、ぜひですね USB-C の充電器で特にコンパクトなものを探してるっていう方は参考にしてみてください。あとは有線のイヤホンですね、こちら、使っています。これファイナルの E4000 ですね、というモデル有線イヤホンを使っていて、
主に動画編集するときですね、やっぱりこうワイヤレスだとちょっと遅延がね、動画編集気になったりするときあるので、こちらを使ってこう動画編集をすることが多いです。でクリップはドリップで作っているレザーコードクリップというものでね、パチンと巻いてます。あとは動画の撮影用としてロードのワイヤレス GO という名前のですね、こちらワイヤレスマイク使っています。これは本当に素晴らしいですね。音綺麗に撮ってくれますし、カメラの、位置関係なくこの音声ね均一に撮れますし、でかつバックアップも撮ってくれるので、万が一ねこれカメラの方でちゃんと記録できてなくても、こっちのコピーの方で、ちゃんとですねバックアップを撮ってくれていて、後から取り出すこともできるっていうね、もう本当に神マイクですね。これがなかったら今までこう僕の動画ね世に出なかったものたくさんあるんじゃないかっていうぐらいですね、たくさんの失敗をこう救ってくれたデバイスになっています。それがねこのワイヤレス GO の2ですね。これは本当にいいので YouTube やる人はマジでねこれおすすめしたい機材です。あとはこれ中にポケットがあるんですけども、そこにはですね、こちらチップっていう名前の小型の小銭入れですね、これ入れています。で、これ本来はね小銭入れるものなんですけれども、僕の場合は、このような形で、中にですね SDカード何枚かね入れています。結構こうね撮影をしている時に容量がいっぱいになっちゃったりしてね、予備のカード必要になったりすることがあるので、このねカバーも含めてこの中にですね入れていますっていう形ですね。あとはこれ SIM ピンとか意外とねこう旅行に行ったりとか、あとはこうね携帯買い替えたりする時にこう SIM ピンが必要な場面がたまにあるんですよ。その時の非常用としてねこの中に入れていますという形ですね。はい、こちらチップは、僕はねこういう細々とした、ガジェット用品入れとしてね使っております。結構このねポーチの中身はねだいぶスリムになりましたね。今まではね結構いろいろケーブルとかもね、持ち運んでいたんですけれども、このねサイズのねコンパクトな感じは持ち運びたいなと思ってちょっとね整理をして今のね状態になっています。これだと一式ね、入れてもこんな形で、十分に収まって、このねケースねこうやってガパッと開いて中見れるのがねすごく便利なんですけれども、こんな形でねキュッとまとめて、今回ね、フロアパックの他のポケットも使ってるのでこうポーチの中身としてはだいぶねコンパクトな形でこうやってキュッとねまとめて持ち運ぶことができています。これすごい気に入ってますね。あとフロアパックにはこれ上部にねちょっとポケットが網のねポケットが2つあるんですけれども、そこにね1つ入れているのはこれエンダースキーマーから出ている、このね革のスウェードの革の、ちっちゃなねポーチになっていますね。これは本当に長いこと使ってますね。もう7年とか8年ぐらい、使ってる、ずっとねカバンの中に入れてるアイテムだと思います。多分ね僕のブログ時代とかを知ってる方は、分かると思うんですけどもね、その頃からずっと使ってるねポーチですね。で今ねこの中に何を入れてるかと言いますと、これですね、こういった化粧水、乳液、あと洗顔っていったね、こうちょっとね旅行だったりこう、ね、お出かけ用のこのオルビスミスターの、スキンケアセットですね。なんでこれを持ち歩いてるかっていうと、僕はねサウナにすごく行くんですよ。本当にね週に1回とか、それ以上のペースでねいろんなサウナ行ってるんですけども、その時にですねやっぱり肌乾燥しがちなので、こういったものでねケアをするっていうことで持ち運んでいます。このねオルビスのこのトライアルセットなんですけども、これをねこう何個も買い足して常にねこのサイズ感でね使ってますってものです。でフロアパックにはですねこの上部にポケットが1個ありまして、これがね結構便利なんですよね。こう担いだままでもすぐね取り出せるっていうことで結構ねこう好評いただいているものなんですけれども、ここにもね結構ガジェットとか入れています。まずはねこれ、テクニクスの完全ワイヤレスイヤホンですね。これはねもう結構紹介しているので、モノグラフ見てる方は知ってると思うんですけれども、このね完全ワイヤレスイヤホンランキング去年ね、出した中で、1位に選ばせていただいたイヤホンですね。こんな形で、見た目はメタリックで、かっこいいイヤホンなんですけれども、とにかくね音がいいです。本当に聞いていて、心地よくね、かつ迫力もあってこう音の中にこう埋もれるような、没入感ある、イヤホンで、それでいてノイズキャンセリングもしっかりしていて、あとマルチポイント、対応なので、こう MacBook と、スマホとかいろんな、デバイスを同時に接続ができるというですね、いろんなイヤホン試したんですけども、その中でも、2021年、年末時点だと僕が、一番いいなと思っているのがこちらの、テクニックスの、EAH の AZ60 かな、というモデルになっております。これはもうめちゃめちゃいいので、よく、おすすめしてますし、僕も、いつも肌身離さず、持ち運んで音楽を聴いております。あと上部に入れているのはこちらですね。これ無印良品から出ておりますアトマイザーなんですけれども、アルミのアトマイザーですね。このねキャップを、外してあげるとこんな感じの、スプレーになっていまして、
この中に僕は香水を入れています、まあ、ちょっとね気分変えたい時とか、まあ、人に会う時とかね、これをねシュッシュッと振ってこう自分のね好きな匂いをつけるっていうね、形ですね。これ入れ替え式で使えるのでね、自分のその時好きな香水を持ち運んでいつでもね使えるようにしてます。この見た目もねすごいシンプルでいいですよね、使いやすくて。あとはこのモバイルバッテリーですね、これも入れております。これは CIO から出ている1万ミリアンペアの方なんですけれども、まあ、1万ミリっていうね大容量の割には非常にこう小さくて、こう軽いっていうモデルになってますね。で USB-C の端子が1つついていて、反対側に USB-A が、ね、対応してるっていうものですね。で残りの電池もこのインジケーターでこう、ね、1% 単位で見ることができるっていう、まあ、非常に完成されてるねモバイルバッテリーですね、まあ、本当にもう人気のある1台なんですけれども、こちらをね使っております。結構ねこれは定番なのでね、僕の中でも長く使ってますね。いろんなモバイルバッテリー試してるんですけど、あと上部に入れているのは、こちらのですねエレコムの、クリーナー、肝のねクリーナーになってます。これねあの指紋を拭く用のクリーナーなんですけど、すごくね効果が高くて、ごっそりね画面の油汚れ、こう指紋とか皮脂汚れっていうのを取ってくれるんですね。なのでこうゴシゴシしなくてもこう軽いね力でささっと拭くだけでこの画面綺麗になるので、これ本当にね重宝してますね。こういう指紋除去のねクロスって結構ツルツルとしたねものが多いんですけれども、これはねかなりふわふわとしてて、ちょっと今までのものと違うんですよね。なのでこうガシャッとね好きな方はぜひですね、こちら画面をねこう綺麗にする用のクロスとして1個で試してみることをお勧めします。あと上に入れてるのはねこれですね。これあのレタッチっていう、僕のね知り合いの宮永瑛人さんという YouTuber の方がやってるブランドのリップなんですけれども、これもね持ち運んでますね、まあ、特に最近冬ね乾燥しやすくて、僕の場合こう唇のね両側とかがひび割れてねこう切れちゃったりするので、これつけてますね。まあ、見た目がねすごくかっこいいので、まあ、ついついね取り出して使いたくなっちゃうんですよね。こう友達とかにもそれね何のリップクリーム塗ってんのみたいな感じでこう聞かれること多いので、まあ、そういった意味でもですねこう使いたくなるこうデザインとか見た目ってすごい大事だと思うんですよね。でその結果として唇もねこう綺麗に保てるっていうところがあると思うので、こちらのねリタッチ、バッグの中に入れて持ち運んでます。あとカバンの上部にはですねこれも入れております。これねあのモノグラムっていうね、あのモノグラフとちょっと似てるんですけれども、学芸大にお店があるこうカメラ用品店さんでね買いましたレザーのストラップになっています。こうねすごくねこう細い革っていうところがね気に入ってるんですよね、まあ、どうしてもこうストラップってちょっとねこう革が厚めというか幅が広めのもの多かったりするんですけれども、まあ、それだとねちょっと取り回しづらいなっていう時があるので、こちらですね使っています。でその先にはですねこれフレックストップっていうですね、うちで作っているこうカメラの接続パーツですね、こちらをつけてまして、まあ、これによってね簡単に取り外しができるようになっています。このね XT4 のこちらにこの反対側のパーツをつけていて、この金具にねこうパチンとこうくっつけるだけでもうストラップとして機能するので、まあ、これはね本当にこううちでね作っておきながらなかなかねいいものを作れたんじゃないかなと思います。この外した時のここの金具があのすごくねコンパクトになるのがいいんですよね、まあ、今までねアンカーリンクスとか使ってたことあるんですけど、結構ここがプラプラしちゃうんですよね。なんですけどこれは本当にねこう押さえもついてるし、こうね何よりこう長さが短いのでブラブラもしないしっていうところで気に入ってます。あとは見た目もねすごくかっこいいと思いますし、まあ、こんな形でストラップを使うときは、ね、ここにねパチッとくっつけて使ってます。であとね僕はこうやってハンドストラップ的に使うことが多いですね。これすごく細いのでこう手にね巻きつけて、こう手のひらだったりとか手首に巻きつけて、このねストラップを使ってるっていうね形です。続いてカバンの PC 用のポケットですね。これメインの部分とは別にこうね貫通している PC 用のポケットがあるので、そこに入れてるものもねお話ししていこうと思います。まずは、これですね MacBook Pro この中に入れて、運んでます。このね MacBook Pro を入れてるケースはこれねドリップから出ている、レザー MacBook ケースっていうものでね、熟成レザーを使った、まあ、非常にねこう経年変化楽しめるものになってます。でこれ最近ね14インチ版も出しましたっていうものですね。で、この中にですね本当にもうぴったりサイズなんですけど、MacBook Pro 入れております。はい。で、これ最近まではね僕 MacBook Air がメインでした。なんですけれども、まあ、新しくですねこの MacBook Pro が発売されて、まあ、ちょっとね試してみようかという形で、まあ、購入をして、で、まあ、Air とねこう天秤かけてみたんですけど、まあ、僕のね今のこう YouTuber 的なこう使い方なのであれば、まあ、やっぱりプロの方がいいかなということでこちらの方をね持ち運んでおります。で結構ねこれあのデザインの話になっちゃうんですけど、MacBook Pro 僕は、ね、好きなんですよ。このね、しっかりこうちゃんとねこう四角に近い、この角丸のデザイン好きですし、あとはこの、ね、リンゴマークの大きさが、ね、絶妙なんですよね。
今までの MacBook Air とかってもうちょっとこのリンゴマークがねちっちゃかったんですよ。なんですけどこれリンゴマークが大きくなって全体的なねこの収まりがすごく良くなったとね個人的には思ってます。まあ、このね画面のまあ広さと綺麗さこれもねすごくいいですし、あとは SD カードとかに直接ここに挿せるので、まあ、ハードとして非常に優秀ですね。まあ、MacBook Pro なので、まあ、やっぱりこう中身の話になりがちなんですけれども、やっぱりこれをね選ぶ理由としてこのハードとしてすごくねリッチな体験ができるっていうのはねあると思います。まあ、この一夜の中にかなりねギュッと機能がね、凝縮されていて、まあ、さすがねプロっていう名前の通りのねマシンだなと思って今ね使っております。はい、まあね本当に個人的には、今年出るであろう2022年のどこかで出るであろう、MacBook Air の新型ね、それも楽しみにしてるんですけども、今はですねこちらの MacBook Pro これにねお世話になってるっていうね状態です。これ14インチのモデルスペースグレーになります。あ、ちなみにですねこの後ろ側にはこのマジックスタンドっていう名前をですね、これ PC スタンドつけてまして、これ本当にね薄さで言うと1ミリ2ミリぐらいしかないね非常に極薄のスタンドなんですけれども、これ中からですねガチガチガチとこうやってねスタンドが引き出せるようになっていて、でこのね PC に角度をつけることによってこの作業がねしやすくなったりとか、あとはね画面が上がって見やすくなったり、あとはこう PC のね排熱の効率が上がるっていうですね、まあ一石こう三鳥四鳥ぐらいある、まあ、非常に素晴らしい出来のこうスタンドになってます。まあ、これをねずっと昔からね愛用してるんですけれども、今はねこの MacBook Pro にもつけていますっていうね、状態です。あともう一つこの PC ポケットに入れているのは、このね、レザーのこのペーパーファイルですね。この中に僕は A4 の、ね、コピー用紙たくさん入れていて、ここでね簡単なメモを取れるようにしています。まあ、結構ねあの後でも紹介するデバイスとかでこうペンとかはね使ったりするんですけれども、まあ、やっぱりこのね紙をね自分でこう手書きしたい時あるんですよ。紙とペンでね、こうね書き殴りたいなって時があるので、まあ、そのねアイデア発散用としてこれね持ち運んで使っています。でこれねレザーのねケースなんですけれども、ここにねペンが入れられるので、ここに今は、ジュースアップっていう名前のですねこう非常にこう極細のペン、あるんですけれども、これをね使っています。まあ、これで、まあ、考えまとめたい時とか、あとはこうね、楽譜をちょっとね、使ってたりするので、まあ、ここにね書き込みをする時とかね、こちらの、レザーファイルですね取り出して使ってます。あとこのリュックにはですね、ここに背面にまたポケットが2つサイドにありまして、この中には、まずはですね財布入れていますね。プレッソノワールっていう名前のですねこうコード版の、これミニマルなね非常にこうミニマルなキャッシュレス用の財布になっています。でこれねこんな形で中はねカードがメインで入るんですけれども、今持ち運んでるカードはね全部で5枚ですかね。クレジットカード数枚とこのキャッシュカード、あと保険証と免許証ですね、もう以上これだけのね構成になってます。で一応ねここに現金挟んで入れているんですけれども、ほとんどね現金使わないですね。もう本当にこの1ヶ月の中でも1回使うかどうかっていう形なので、まあ、その時だけねここから使って、で小銭が出たらその時だけこのポケットに、ね、入れたりして持って帰ったりっていう形ですね。まあ、今現金使うメリットってほとんどねないので、まああえてね現金使わないためにもですねこういったキャッシュレスに特化したね財布持ち運んで使っています。で経年変化もですね非常にこう綺麗に出てきていて、まあ、すごくねこうお気に入りの財布の一つですね。本当にねこれは触っていても触るたびにですね本当にいいなってなるね満足度の高いアイテムです。でもう一つですね反対側には、これ名刺入れですね。これプレストビズっていう名前の名刺入れなんですけれども、まあ、ここにねこう切り込みが入っていて、こう固めにですね2つ、2種類の名刺をね入れることができるんですね。でこれ裏返すと同じような構造でねここにも2種類入れることができていて、こうやってね裏表でひっくり返して使える名刺入れなんですね。でこれなんでこういう風にしてるかっていうと、やっぱり今副業とかもすごく多いので、名刺ねもらうときにこう本業用と副業用ねそれぞれ分けたいって時があると思うんですね。なのでそれを実現できるようにこの裏表で構造をね分けてしまえるような薄型のね名刺入れ作りましたっていうねところですね。これも、まあ、本当に最近は機会減ってきたんですけども、たまにね、こう対面でご挨拶するときに使っていますっていうものです。これもコード1使ってるのでね非常にこう経年変化が楽しめるね一本になってます。で最後にね、ずっとここについてるものなんですけれども、これはクリッパっていうねアイテムになってまして、
まあ、こういったね輪っか状のアイテムですね、このバネでカチカチとね開くんですけれども、まあ、これはバックハンガーですね、こうカバンをこう床に置きたくないとき、まあ、ラーメン屋さんだったりとかね、まあ、下に物を置きたくなくて、まあ、でもねこうカゴとかがないときにこう重宝するアイテムですね、まあ、結構ね僕はこれねあのジムとかでもロッカーで使ったりするんですけども、まあ、結構ね僕これジムとかでもねよく使ってるんですけど、まあ、その度にですねこうジムのねロッカーにこう掛け忘れてきちゃうこと結構あるので、まあ、このクリッパで多分もうね7台目とかね、それぐらいになりますね、まあ、ちょっとそれは僕の自己責任なんですけども、まあ、それぐらいねもうそれぐらい毎回ね買い直してるっていうぐらいですねずっと気に入ってるねアイテムになっています。続いてこちらはカバンの中身じゃないんですけれども、僕のね今の持ち物を語る上で欠かせないデバイスがね、これになります。これ Galaxy Z Fold 3っていう名前の、折りたたみ型のスマホですね。こんな形でパカッと開いてこうタブレット的にも使えるし普通のねスマホとしても使えるっていう、素晴らしいねデバイスになっております。で今までのね、カバンの中身シリーズをね見てくれてた方はわかると思うんですけれども、僕は今まで MacBook とプラスね iPad を持ち運んでます。MacBook でやりたい作業と iPad で、ね、やりたい作業はちょっと違ったりするので、まあ、それを、ね、2台に分けて持ち運んでたんですけれども、それをですね今年はこのね Galaxy Z Fold 3で iPhone と iPad の機能をねこちらの方に一本化しました。それによって、カバンの中身がね1つ減ったんですね。これはね結構自分の中で大きくって、まあ、iPad とかね MacBook それぞれこう充電する手間もありましたし、まあ、やっぱりねちょっと重さを感じたんですね。なんですけどこれを導入することによって物の数をね1個減らしてちょっとね軽量化に成功しましたっていうところですね。で、まあ、かつですねやっぱりこのねポケットの中にタブレットが入るっていうこの感覚が、まあ、やっぱりね何にも変えられないんですよね。電車の中だったりちょっとねカフェでね大きな画面で何か見たいなっていう時に、まあ、こうねポケットの中からすぐに取り出してこれで見れるっていうのがねめちゃめちゃ気に入ってます。まあ、これによって、まあ、映像だったりとかね漫画だったりとか本とかねそういったこうエンタメ端末を見る機会っていうのがね本当に増えました。今までねちょっとねこう大きな画面で見たいなと思ってもこう iPad をね取りに行くのはめんどくさいなみたいな時は結構あったんですけど、これはねもうスマホとして使っていてで大きくねしたい時はこうやって開くだけでタブレットとして使えるので本当にね素晴らしいデバイスだなと思って、去年買ったねものランキングの中でも1位にね選ばせてもらったのがこちらのね Galaxy Z Fold 3になってます。あとはねこれによってあの iPhone も持ち運ばなくてよくなったのでライトニングケーブルが減ったんですよ。今まではこうカバンの中身の中にライトニングケーブルとかライトニングケーブルっぽいねアダプターみたいなものを使って持ち運んでたんですけども、これはですね USB-C で充電ができちゃうので、そのね充電のところもこのねスマホタブレット PC 全部ね一本化できたっていうのがね個人的にはねすごく大きいポイントですね。あとねちょっとこれねさっきカバンの中身で紹介し忘れちゃったんですけど、 Galaxy Z Fold 専用のですねこれ S ペンもあります。これで文字をね書いたりとか絵をね書いたりすることもできるので、これはねカバンの中に今入れています。であとケースはね最近またちょっと新しく買って、これねまた紹介しようと思うんですけども、このスタンド付きのケースですね。これ非常にねこう 0. 何ミリとかはねすごい薄型のケース、ほとんど裸に近いケースなんですけども、そこにねこのスタンドが付いていて、これによってね、まあ、いつでもどこでもこう大画面でね動画だったりとかこうエンタメ端末としてこう使えるっていうね形になっています。これもね買ってよかったですね。はい、というわけで今回紹介したのが2022年1月時点での僕のカバンの中身でした。もう全部ね紹介してるんですけども、まあ、こうやってね定期的にこうねコンテンツにしておくと後で、ね、見返した時に、あこの頃はねこのデバイス使ってたなとか、あこういう考え方してたなっていうのが残るので、自分用の振り返りとしてもねいいなと思って毎回撮ってます。で結構ね、まあ、皆さんから今のカバンの中身ね何使ってますかっていう質問が多くね来るので、まあ、本当はね四半期に1回ぐらいねやりたいんですけれども、まあ、大体ね多分半年に1回ぐらいのペースでやっていくんじゃないかなと思います。はい、でまあ僕のね、まあ、今回の、まあ、やっぱ主役はこれね Galaxy Z Fold 3ですね。まあ、これのおかげで、まあ、だいぶねカバンの中身の構成とかもね変わってきたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、あとはね、まあ、本当にもう年々なんですけどねドリップ製品が増えてきましたね。まあ、自分でね、まあ、こういうのあったらいいなとか、このね製品のこういうところ変えたらねいいのになっていうのを実現してるアイテムなので、まあ、必然的にねこうそれがね増えてっちゃうんですよね。まあ、開発者がね自分でこうちゃんと
と毎日使って試して、それをねこう商品にフィードバックするっていうのがね一番健全かなと思ってるので、まあ、これがねまた次の商品開発にこうつながればいいなと思っております。もしねすでにねこういうの使ってますとかあれば、ぜひコメント欄でこう感想をね教えていただけると嬉しいです。今回紹介した製品は全部概要欄に一覧でね書いておきますので、まあ、気になった方はそちらの方もぜひ見てみてください。こんな感じでこのチャンネルモノグラフでは、こういったね日用品にまつわる情報だったりとかガジェットのお話、あとはこうインテリアのねお話をよくしておりますので、もしこの動画が参考になりましたらぜひいいねもしくはチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀内でした。バイバーイ。